受験算数、入試でありがちな一筆書き問題が全部で3問です。では始めましょう。次の図で印をつけた角の大きさの和を求めてください。では解説をします。まず右上のような長調型において角 A たす角 B イコール角 C たす角 D が成り立ちます。なぜなら左の三角形における外角定理により角 A たす角 B イコール角 E になり、右の三角形においても角 C たす角 D イコール角 E となるからです。これを踏まえて本題の解説をします。上のように補助線を引くとき、長調型ができるので上の2つの角を下に移すことができます。すると印をつけた角は一つの三角形に集まるので、その和は180度となります。もう2問解いてみてください。印をつけた角の大きさの和を求めてください。解説します。1は上のように補助線を引いて長調を作り、角を移すと印は一つの三角形に集まるので、その和は180度です。2は図のように補助線を引いて長調を作り、角を移し、さらに補助線を引いて長調を作り、角を落とすと印は一つの三角形に集まるので、その和は180度です。